Cheers. 友達と魔法のボケの世界 Cry Babies Storyland。 ピノキオの伸びる鼻。コオロギの鳴き声がうるさすぎて眠れない。ここはビシッと注意しなきゃ。コオロギさん、私眠りたいの。ベイビーはよく眠らなきゃ。背後に。あなたたちも眠れないの？ずっとコロ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 泣いてるんだもん。このコオロギどうしちゃったの？おまわりさんが注意するべきよ。鳴き声はあそこから聞こえるよ。ストーリーランドで何かあったの？もう寝ちゃいそう。昔々、嘘ばかりつくベイビーがいました。その子は人形に似ていて。見て、あの標識。信じられない。もう帰る。いつもこうなんだから。みんな行かないで。人形をなくしちゃったんだ。はいはい、そうよね。見つけたら劇をやってあげる。約束するよ。どういうこと？鼻が木みたいに伸びたわ。すごいでしょ。よく伸びるんだ。面白いよね。人形をなくしたって言ってたのに後ろに隠してる。本当だ。名前は？僕はピノキオだよ。そうなんだ、人形を持ってるじゃない。ここにあった。気づかなかった。変だな、僕ったら。何かおかしい。また鼻が伸びた。人形が見つかったなら劇をやれるんじゃない？見たい見たい。劇はやれないよ。だって風邪ひいたから。そう、すごくひどい風邪なんだ。怪しいね。誰かさ、嘘ついてるのかな。じゃあ熱を測ってみよう。熱はないわね。彼、熱はない。要するに風邪は嘘。なぜ嘘ばかりつくの？嘘なんかつかない。ちょっと気をつけて。嘘をつくたびに鼻が伸びてる。まさか、何言ってるの。僕は一度も嘘なんてついたことない。本当だよ。わあ、すごい長さになった。そうなの？自分では見えないけど、すごいでしょ。じゃあ鼻はどれくらい？おっと、危ない。鼻が伸びすぎていろいろ引っかかっちゃった。本当だ、物干し竿みたい。この長さなら綱渡りもできちゃうね。もう鼻から降りて。失礼だな。どうしよう。クリック、クリック、ごめんね。今のわざとじゃないよ。動けなくなった。まったく困った鼻ね。クリック、大丈夫？鼻が入り口を塞いで光が入らないから真っ暗だって。真っ暗なんて怖いでしょうね。みんな、クリックを助けるの手伝って。もちろんよ。1、2の3。クリック、おい、鼻にぶつかる。嘘にはこりごりでしょ。悪いことしか起きないもん。ファンタジーも歩けば鼻にぶつかる。実は嘘をついたのには理由があるんだ。棒高跳び大会で勝つために鼻を伸ばしたかったの。でも自分の鼻を使ってジャンプするなんておかしいわ。これまで一番になったことないから、どうしても優勝したいんだ。だったら人形劇で一番になって友達を楽しませたら。それいいね。嘘をついて友達や君たちを傷つけちゃった。大会で優勝できなくてもいいけど、友達がいないのは嫌だ。元に戻った。すごい、正直になったからよ。じゃあ人形劇をやってくれる？いいよ、早く友達をびっくりさせたい。鼻がずっと伸び続けるベイビーの話にしようかな。ありがとう、みんな。ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてピノキオの鼻は元に戻りました。正直になり一番の友達賞をもらったのです。見て、宇宙人よ。嘘ついたらピノキオみたいに鼻が伸びるよ。冒険の旅は終わりました。
秘密のホタル。今日はお客さんが来るからもっと暗いジュースを準備しなきゃ。ベイビーたち、その調子よ。うん、今日のツッキーフルティーワンは最高ね。わあ、そんな大きくて灰色の雲、なんだか遊びたがってるベイビーの影みたい。ついてこないで。ちょっと、あ、意外と素直。うん、ストーリーランドが呼んでる。何かが起きてるんだわ。すぐに着替えていきましょう。昔々、夜中に出かけて太陽が昇ると眠るベイビーがいました。新しい道、誰のかしら。だから嫌だと言ってるだろ。絶対に嫌だからね。あの怒ってるベイビー誰？確かめる方法はただ一つ。今は出かけたくない。行きたいなら行けば。誰と話してるの？ピーターと影のシャドウ。ピーターの影？クタクタなんだ。眠らせてよ。夜中にフラフラ歩き回ってなけりゃ一日中寝てなくて済むのに。フラフラなんかしてないよ。夜に出かけてるのは自分だけで遊ぶためでしょ。影は夜消えるからね。確かに明るくなければ影はない。楽しい計画でも立てよっか。そしたら喧嘩も収まるんじゃない？飛ぶ方がいいな。同じ。じゃあ競争しよう。それはもうちょっと後で、今は。ああ、疲れてて。ほらね、ピーターが夜中フラフラしてる証拠。影とは痛くないんだ。うん、そんなことないって。夜中にやってるのは忘れて。大したことじゃない。とにかく寝なきゃ。うん、結局何してるかわからない。喧嘩を止めるにはピーターが夜何してるか探るしかないわ。うん、静かに。気づかれちゃう。ちょっと足踏んでる。あ、うん、サプライズ。頑張れピーター。サプライズ大好き。手伝いに来てくれたの？あー、そうなの。見張ってたわけじゃない。わあ、光ってる。人懐っこいホタルさんね。でもなんだか悲しげに見えるんだけど。友達みんなとはぐれたからね。毎晩探してるんだけど場所が多すぎて全部回れないんだ。光もだんだん弱くなってる。私たちが手伝うわよ。でもなんでもっと早く言ってくれなかったの？自分でなんとかできると思ってたんだよね。でも役に立てなくて。大変、光が弱くなってる。パンフルート素敵ね。音楽で光るんだ。続けて。光があれば私たちも探しやすい。それに人手も増えたしね。Search and search, search for the light. These little bugs can hide away. Look everywhere, they're not easy to find. They are so cute, they just want to play. They're little lights that move all around. They're always playing, they fly up and down. And they glow in the darkness. They're really funnythove this tune. They're coming out to dance with the moon, and they glow in the darkness. Together we will find them. Ah, もうダメ、限界。きっと見つかる。頑張って。ホタルたちを探してた。これでみんな一緒にいられるね。どうして黙ってたわけ？ストーリーランドのことは君よりよく知ってるんだからね。そうかな。アンガルド、練習してたんでしょ？二人とも帰ってほしいわ。今度から助けがいるときは相談するよ。次はちゃんとピーターの話を聞く。力を合わせればすぐに解決するものよ。ありがとうベイビーたち。ストーリーこうして何がいけなかったのか分かったピーターは二度と影と喧嘩しませんでした。どこ行ってたの？遅かったじゃない。行くよシャドウ、競争だ。うわ、もうちょっと寝かせて。
今じゃ僕が休みたい方になっちゃった。うわと暴れる長靴の謎。おはよう、スカーレット。おはよう、マーティン。あ、靴下だ、うん、これ君のじゃないかな。そうよ、ありがとう、マーティン。どういたしまして。人助けなら誰にも負けないでしょ、マウス。うん、もういい、大丈夫。待ってて。あ、やった。いえいえ、危ない、はしごがぐらついてる。わあ、すぐ行くからね。お、マーティン、ありがとう。どういたしまして。最高の保安官でしょ。今日も頑張ったよね。人助けは好きだけどすっごく疲れちゃう。はあ、ご飯食べよ。スタミナつけなきゃ。マウスにもあげるってば。チーズって美味しいよね。じゃあマウス、寝るよ。おはよう。マントでしょ、帽子に剣、保安官バッジ、あと長靴はどこだろう。あ、あの長靴捕まんないもん。お兄さん、こちら。あ、疲れた。うん、美味しそうなチーズの匂い。あら、ストーリーランドから匂ってきてる。ベイビーたち。昔々、自分の長靴が飛んだり跳ねたりする保安官がいました。わあ、見て。あ、あれは何？長靴が生きてる。写真撮るわ、その方がよく見えるし。あ、ダメだ、動きが早すぎる。え、ごめん、何言ってるかわかんない。保安官のマーティンだけど、マウスは事件だって。長靴が暴れてるんだ。呪文かな。呪文かどうか見えないわ。呪文なんて知らないし、長靴がなかったら仕事にならないよ。お願い、助けて。もちろん、長靴を探そう。気をつけて、突然現れるんだ。ん？見て、いたわよ。捕まえた。ん？もう！うわー、大変だ。二手に分かれたから捕まえるのは無理よ。そんなことない、こっちもチームを2つ作るんだ。ドッティ、ポニー、レディ、ジェナは右足を捕まえて、残りのメンバーは一緒に左足。いくよ、イエーイ。ん？ あ、逃がしちゃダメ。ベイビーたち、何か見える？いや、何も見えない。こっちも長靴見つけ。絡まっちゃった。お腹空いたからもらっちゃおう。逃げてレディ。ああ、走るんだ。慌てなくていいから。助けて。あれ、チーズは？何があったの？答えが映ってた。すごく可愛い。2匹のネズミね。でもどうやって中に入ったの？謎を解く鍵は食べ物。長靴に入ったチーズをネズミが追っかけたんじゃないかな。なるほどね、あのチーズ美味しいもん。パッと見てわからないこともあるけど、どんな謎にも理由がある。君たちのおかげで長靴を取り戻せたよ。イエーイ。ベイビーたちがいなければ解決できなかった。ありがとう。
ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてマーティンは力を合わせてブーツの謎を解き明かし、新しい友達を作りました。どうしたのレディ、大丈夫？すごく恋しいんだもん、あのすっごく美味しいチーズ。アガサ、リム、世界一のペットだね。わあ、素敵なコスチューム。ありがとう。一年で一番ミステリアスな夜にぴったり、その名もベイビーを食べる魔女の夜。でも、魔女は存在しないんだよね。だってこれはお祭りだもん。まあね、悪い魔女がベイビーたちをネズミに変身させて食べる儀式なの。食べる？ただのジョークだよ。戻ってきて。ドリーミー、ハロウィンの準備はバッチリよ。上じゃないよ、止まれ。早い、まっすぐだって。ごめんなさいね。頭痛。何？喋る猫見るの初めて。なんだストーミーか。じゃあトレーニングを続けよう。はいはい、やりますよ。あ、なんで飛べないの？ほうきの魔法が消えちゃった。世界一ダメな魔女だ。魔力のないベイビーに見られたからかも。それって魔女のマニュアルで禁止されてた。ええ、だからそのせいで魔法が使えなくなったとか。だったら別の呪文をほうきにかけたらいいんじゃないの？簡単なはずだよ。そうね、だけどどの呪文？巨人になる呪文じゃダメ、カエルになるのもダメ。これね、空高く飛ぶ呪文。必要なものは森に、アリの涙とムカデの靴。ふん、あ、犬だ。どうしたのスポット、あれ？わあ、魔女のコスチュームいいね。ふん、魔力のないベイビーたちの近くでも魔法は使えるみたい。そうそう、コスチュームなの。私はアガサ、どこにでもいるベイビーよ。私はトッティ、何してるの？ベイビーがすること、魔法じゃないよ。あー、料理、何作ってるの？ケーキ、材料が足りないから探してくれる？もちろん、楽しそう。大丈夫、いつもと変わりないよね。おーいた。わあ、なんだよこれ。ジョークだったとしたら笑えないから。恐ろしいほど美味しいよ。ちょっと待って、このほうき私のじゃない。ごめんなさいね。本物の魔女のほうきだ。見て、これに魔力があるの。魔女が空を飛んでて猫が喋るんだよ。魔女なんていないよ。絶対いるんだから見てて。あったよ。助かる。しまった、まずい。ほら見て、きっと魔女だよ。そういうことにしとこ。来て、見せてあげる。きっとあの釜でドッティを茹でて食べる気。ねえ、助けなきゃ。だから魔女は存在しないの。自分の目で見れば。この釜はあったかいし、お風呂にちょうど良さそうよ。そう思わない、ドッティ？魔女は本当にいた。言ったでしょ、ドッティを助けなきゃ。みんなで飛び出して怖がらせよう。ああ、ドッティは食べさせない。え、待って、魔女はベビーを食べないの？じゃあ魔女は恐ろしくないの？お願い助けて。全部私のせい。やっぱり世界一ダメな魔女よ。世界一までじゃないって。喋る猫。初心者なだけ、呪文の本に答えがあるはず。自分を信じて。そうね、これだ。
元に戻す呪文。そうだね。あ、時の魔法使いよ、扉を開けて何もかも元に戻しておくれ。成功した。イエイ、やったー。今日は変な日。結局コニーの言った通りだった。魔女は存在する、しかも優秀だけど初心者だから。とんでもない。指を鳴らして本を出せるし、元に戻す呪文も。ほうきで空だって飛ぶ。でも今日一番の魔法はお友達を見つけたこと。信じてくれてありがとう。マジックティアーズ。それじゃあ。お話の世界ストーリーランド前編。フッティフルッティパフュームね。キューって言ったらスターみたいに輝いてる。次は誰の番？リムよ。何か特別なものないかな。これでもないし、あれでもないし。え？わあ、いいじゃない。似合ってるわよ、ルール。貸して。素敵なマントね。誰のだろう。おばあさんのだと思うけど。まさか空飛ぶ狼、スーパーウルフよ。はいはい、スーパーウルフ、うん、きっとこれは童話に出てた巨大ベイビー人形のハンカチよ。つけてみる。何、どうしたの。ウサギさん、みんな見える。うん、貸して、私も見たい。その次は私ね。かっこいい帽子をかぶったベイビーの影が見えるわ。ベイビーじゃない。すごい豪邸だわ。私の番。どれどれ。スーパーウルフ、しかもなぜかおばあさんの格好。このマントベイビーのものみたいね。ねえ、持ち主を探し出さなきゃ。うん、こういう時はティナ。今喋りかけたら私1週間口きかないわよ。これ見つけたんだけど持ち主がわからなくて。魔法のマントなの、試してみて。わお、かっこいいマントね。でも魔法の玉は全部お見通し。カモか白鳥がいる。目を凝らすと、ああ、はいはい、虹が見えるわ。きっとそこに住んでるベイビーね。行くわよ。いいね、虹の湖。でも誰も住んでないみたい。カモも白鳥もいないし、虹も見えないよ。湖でベイビーを探すことね。そうすればマントの謎も解けるはず。湖を探すって中？外？とにかくベイビーなのよ、ハエじゃなくてね。見えてないんでしょ。二人一組ね。コニー、私と来て。私はドッティと。やっぱ無理よ。ち、音がした。誰かあそこにいる。見つけた。わあ、あと5分だけ。相変わらずね。でもまだ音がするんだけど、なんだろう。ん、おいでベイビーたち。どこ行くの。あっち。どこよ。ふんふんふん。あ、あなた誰。シドニーよ。虹と虹のお話を守る番人なの。ところであなたたちはなぜここへ。この素敵なマントを見つけたんだけど持ち主がわからなくて。特別なマントだから持ち主のベイビーに返したいの。だっていろんな光景が見えるのね。そうそう、あったり。それ素晴らしい世界の光景。私が力になる。ちょっと貸して、うん、このマント普通のとは違うの。見てて。気をつけて。捕まってて。危なかったね。ほんと、あの本は。足元に注意して。本をこっちに持ってきてくれる。おい。うわ、この本が赤いマントの持ち主まで案内してくれるわ。早く返してあげて。
ここからはあなたたちだけで旅を続けてね。うわあ、昔昔、童話と谷のベイビーたちはみんな仲良く暮らしていましたけれど、本を読まなくなった谷のベイビーたちは少しずつ好きな物語を忘れ始め、登場人物が消えかけてしまいました。そんな、だから本のページに何も書いていないわけね。あなたたちならできる。童話の中に入り込み、新しい物語を作るのですが。見て、あそこ湖にあった本みたい。マントのベイビーはここに。この道はどこへ行くんだろう。標識をよく見れば進む道がわかるわ。どの道もお話の世界につながっているの。続く。聞いたことある、うん、私はない。もしかして童話の中にいるとか。どこから来たの、うん、私有名なのよ。お客さんは一人だけどね、おちょこちょいだから注文のお届けが遅れちゃうの、うん、でもデザインはすごいのよ。そういえばカゴはどうしたのかしら。嘘でしょ、なくしちゃった。あ、もう行かなきゃ。新しい服を作って3度目のベルが鳴るまでに届けないとクビになっちゃうの。カゴどこに置いたっけ。カゴならあっちに飛んでったよ。どうしよう。そうだ、待って、違う、ここにもない。カゴはどこに行ったの。見つからなくても大丈夫、みんなで方法を考えるのよ。ああ、もう疲れちゃった。そんな、どうしよう、服をデザインする布も時間ももう残ってないの。唯一のお客さんを失っちゃう。安心して、私たちがいるし、そのマントを使って素敵な洋服を作ればなんとかなるわよ。本当、あなた最高。ついてきて。うん、うん、うわ、今の聞いた。これでデザインは完成。私は何すればいい。これならできるよ。すごい、どうやったの。あなた飛べるんだ。ピーターっていうお友達も空を飛ぶの。狼が喜ぶ。え、何、狼がいる。ええ、名前はケイラ。食欲旺盛な猛獣よ。ガオ。狼があなたの腕の中に。私の腕に食べられちゃうんだ。ちょっとヌーノが。隠れても無駄よ、いくらヌーノが嫌だからって。楽しそうな遊び。スカーレット、集中して、時間通りに終わらないよ。ベルタは集中ね。まず型紙を作るでしょ。で、その上に布を乗せて縫えば完成。これなら間に合うわ。イエーイ、やったね。オオカミだ。
ちゃんじゃない。ケイラ、カゴ見つけたんだ。ディギーに2着渡せる。お持ちしました。それすごい完璧。マント？思い出した。あのマント、赤ずきんって童話で女の子がつけてた。ああ、そういえばそうね。確かに。ありがとう、スカーレット。二着とも素敵。近いうちに着て出かけるわ。気に入ったね。大丈夫。やった。夜遅くまでパーティーしてたからね。起こすの気の毒かも。お別れのメモ残す？そうだね。ベイビーたち、待って、あなたたちに特別にデザインしたものがあるの。わー、すっごく素敵。ありがとう。かっこいいよね。あなたたちにはひらめきをもらったわ。ちょっとデザインに詰まってたから、またストーリーランドに来た時もっと冒険できるようにこの服を作ったの。ありがとう、スカーレット。ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてスカーレットは集中力とひらめきでこの世界に一つしかない服をデザインして届けたのでした。わあ、どこから来たの？わあ、なんて素敵な服。これを着ていっぱい冒険することになりそう。強い風、これで出来上がり。ストーリーランドで何か起きてるのね。素敵。昔々、強い風を止めようとする大工のベイビーがいました。でも一人ではどうしてもうまくいきません。痛いよ。私はドリーミー、どうかしたの？強い風を止めないと。シェルターがいる。ねえ、落ち着いて。ピギーだよ。もうじき強い風が来るんだ。毎年2人のお兄ちゃんとシェルターを作ってこの台を守るんだけど、2人が風邪をひいちゃった。だから1人でやらなきゃ。完成しなかったらどうなるの？この世界で一番大切なものが風に飛ばされちゃう。そうなったら大変。だから頑張ってるんだけど、一人じゃなかなか。かわいそうに、重いものを持ちすぎて腕を痛めてる。一人じゃない、プロがついてるわ。必ず風を止めてみせる。あなたも風邪ひいたのね。力を合わせればあっという間だよ。シェルターを作ろう。始めよう。材料はセメント、砂利、砂、そしてレンガ。イエーイ、レンガだ。はい。ちょっとずつだよ。お兄ちゃんたちがレンガを一個ずつ積めば完成って。頑張ってベイビーたち。あっちに一個、こっちに一個。熱い。気をつけてドッティ。時を止まれ。時を進め。あれ、私のレンガは？このチームは作業が遅いよ。このままじゃ風が吹いちゃう。だってレンガがすごく重い。セメントはベタベタするし。みんな、シャベルが変なとこにある。そうだ、わらで作ったらどうかな。でも、いいね、いいね。ね、わらの方が早くできる。でも、早くできても。頑丈じゃない。まあ、確かにわらはそんなに。氷よ、運びやすいし。それに涼しい。イヌイットの家を作っちゃえ。お日様で溶けちゃった。大変なのはわかるけど、正しくやらないと。台が強い風に吹き飛ばされたら、せっかくの努力が無駄になるからね。ピギー、あなたの言う通りにする。賛成。やろうよ。今度こそ成功させよう。This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protectTogether.
強い風だ。でもシェルターはびくともしない。そうだけど、一つ気になることがあるのよね。どうやってここから出るの？ドアを忘れてた。焦って行動しちゃダメだね。外に出る方法を考えなきゃ。でもシャベルはないし。こんな時氷だったら。それよ、アイスクリーム。おいしいシェルターだね。大事なのは一生懸命努力すること。終わりよければ全てよしってことね。アイスクリームのブロックがたくさんあるなんて夢みたい。ストーリーランドマジックティアーズ。こうしてピギーは揺るぎない気持ちと努力で勇敢に強い風に立ち向かい世界を救ったのでした。この物語はずっと語り継がれることでしょう。何でもないよ、おめでとう。上手ね、ブルーニー。ティナ、もうちょっとよ。ドッティ頑張ってるわね。ほらほら、ベイビーたち、風船パーティーなのよ。あ、飛んでっちゃったわ。風に飛ばされた。まずい、もっと飛んでっちゃった。ダメダメ、戻ってきて。パーティーはここだよ。あ、本に呼び寄せられたのね。ストーリーランドで何かが起きてる。それも大変なことがね。どうなってるのか見てこなきゃ。昔々、毎日パーティーを開いてお祝いばかりしているベイビーがいました。問題を解決するには風船を追いかけることね。今度はどういう冒険なのか早く知りたいわ。ねえ、まだ終わってないんだってば。あの子誰だろう。帰っちゃった。私はトッティ。あなたは？アリスよ。悲しそうね。どうしたの？一緒にお祝いしてくれる人がいないんだもん。何でもない日を一人で過ごすのって最悪。何でもない日？お誕生日は生まれた日だから。何でもない日は誕生日以外の日ね。お友達は？わかんない。ラビはいつもパーティーに来るんだけど今日はまだなの。ラビったら何してたわけ？もういいわ。何でもない日を悲しい顔で祝おうき。私たちが一緒にお祝いするわよ。お誕生日の歌歌おう。何でもない日だけど私が歌うね。 We wish you a very happy 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 birthday. It's so great to celebrate it every single dayどうしたのラビー。歌ってるんだから後にして。一緒に歌おう。 It's a celebration. It causes a sensation. It's so great to celebrate it every single day. お祝いしない日もある。それって何の日だっけ？あなたのお誕生日。ろうそくを吹き消さなきゃケーキを食べられないわよね。もたもたしないで早く吹き消して。手伝ってあげる。お見事。やったね。ん？消えてないよ。もっと強く。あ、ケーキだ。あ、危なかった。まず直しろよ。またラビ、今忙しいのよ。何でもない日が何より大事なの。パーティーを続けましょう。ああ、一日中盛り上がったし、そろそろお家に帰って寝るね。まだ帰っちゃダメ。開けなきゃいけないプレゼントが山ほどあるの。こんなにたくさんあったら、何でもない日が終わるまでに全部開けるなんて無理だって。他のことをお祝いすれば。何でもない日は終わりません。毎日
が何でもない日だもん。ね、そんなに急いでどこ行くの？で、それはどこにあったの？何でもない日のお祝いは何日連続でやってきたの？どうだろう、忘れちゃった。でもあなたたちとはあと100日祝うの。え、あと100日勘弁してよね。さあベイビーたち、ドッティ何か歌って。あ、もう思いつかない。魔法のろうそく吹き消すの。吹き消すのは無理。ブルーに泡でティーカップをセットして。ティーカップ？それってあれのこと？こら、私のカップ。彼女が気を取られてるうちに行くわよ。待って、どこ行くの？そう簡単には返さないからね。ケーキが。ラビー、それ私のよ。なんで私と何でもない日を祝ってくれないわけ？今日はラビの誕生日なのよ。あなたにもお祝いしてほしかったの。ひどいことしちゃった。自分のことしか考えなくてごめんね。何でもない日より大事な日があるわよね。あなたの誕生日。そうだ、これ全部あげる。イエーイ。ストーリーランドマジックティアーズ。こうして大切なことを学んだアリスは友達を大事にするようになりました。素敵な冒険だったね。イエドン前編。デイジー、今度は少し力強く。1、2、3、はい。 There were three explorer babies who dreamed of a colorful world. A big tree, it's a sign. It took the babies to another land, and they discovered a world under the rainbow. It came out of its roots and a big crack opened.Pink baby tried to save us and with her board. そこは古着じゃなくて剣よ。そして剣でって歌詞。似たようなものだけど、そして剣で世界を救う。But she disappeared and came back to her world. ベイビーザウルスの歌だから完璧にしなくちゃ。バックコーラスもお願い。Pink, green and blue and many other colors that we're going to find.Doesn't matter where you are, I can see you, you can see me. This is our greatest power. じゃあもう一度最初から。休憩は？喉渇いた。はあ、お昼寝しよう。分かって、これは特別な歌なの。え？休憩するのは暗記してからにして。ここから動かない。コーラスがいないんじゃ歌えない。はいはい、わかりました。ほぼ完璧なのに何が問題なの？ディーナ、ベイビーザウルスの歌はほぼ完璧じゃダメなのよ。うん、一人にできない。おいでなら。ディーナ、どこだろう。彼女この歌にこだわってたけど、なんでそんなに大事なのかな。え、今の何？こっちだ。なら、かっこいい。魔法の剣だ。きっとディーナが喜ぶね。抜けた。強いでしょ。ネッシーの仕業だよね。行こう。ならみんな驚くよ。リハーサルに戻ろう。そして剣で世界を救う。 But she disappeared and came back to her world. 聞いてベイビーたち。ねえ、すごいものを見つけたよ。剣、歌に出てくるよね。わー、そんな、まさか。だね。何？今度はどうしたのよ。ディーナったら様子が変だよね。え、それ私の。書いて。誰あのベイビー。彼女なんて綺麗なんだろう。ふん、剣を抜いて戦え。ステラファンタジーワールド、ドーン。本
タジーワールドがどうするだってさ。風船がどんじゃない。危険だ。世界の魔法で助ける。なぞなぞ。素敵なコスチュームね。かっこいい。コスチュームじゃない。ここに冒険者はいないか。力を合わせてファンタジーワールドを救おう。力なら任せて、見せてあげる。ほら。まあいいか。冒険者が集まった。みんなをピンクに。わあ、すごい。剣、魔法、世界、ファンタジー、ドーン。ディーナー、ステラの剣が引き抜かれた。ステラは私たちの友達。彼女を探さなきゃ大変なことになる。ファンタジーワールドがバラバラに。なんとかしなきゃ。でもどこから始める。いくつ世界があるの。ストーリーランド、トッティフルッティワン、ベイビーボトル谷、ファンタジーワールド。4つの魔法がないとファンタジーワールド、ドーン、破滅だ。どうやら4つの世界にある特別なおしゃぶりが鍵みたい。ボトル谷へ行こう。助けが必要。はい。あれ、ディナ、ディナ、ステラ、久しぶりだね。何、知り合い。わかんない。会いたかった。もう時間がない。4つの特別なおしゃぶりを手に入れなきゃファンタジーワールドがなくなっちゃう。行くよ。金のおしゃぶりが必要なの。ちゃんと返してね。やったね、特別なおしゃぶりだ。残りのおしゃぶりも急いで集めに行かないと。早く逃げよう。助けて、助けて。待ってて、助けて。離さないで。続く。それは彼女が勇敢だから。彼女も考えてくれてると思う。どうだろう。そうでもないね。彼女の頭の中はアナとディーナとティナのことでいっぱい。行くよ、ベビーたち。ファンタジーワールドの未来がかかってる。ねえベイビーたち。うわー、かっこいいパジャマだね。特別なおしゃぶりは。ファンタジーワールドを救わなきゃ。急いでるんだ。お願い。ついてきて。果物工場にあるはず。教えてよ、そのパジャマどこで手に入れたの。自分がおしゃぶりだったらどこにあるだろう。この辺りかな。危ないな。ああ、助けて。静かにしなさいよ。ねえねえ、ちょっとそれ素敵なパジャマじゃない。ありがとう。特別なおしゃぶり見なかった。ラズベリーの湖で見たわ。安全な場所にあるから心配ない。ねえ、ジェリーズが持ってる。捕まえて。こっちへおいでよ。止まって。そのおしゃぶりがいるんだ。おしゃぶりがいっちゃう。返しなさい、私のよ。時間がない。ファンタジー、ドン。ここじゃない。ここかな。ここ、このままじゃ見つからないよ。急いで、早く逃げないと。早く早く。さあ行って。でもまだダイヤのおしゃぶりがないわ。ダイヤのおしゃぶりなら見つけたよ。もう行こう。急ぐ、時間がない。誰もいないみたいなんだけど。やっほー。
特別なおしゃぶり探してます。もっと大きな声で。まだ努力が足りない。奇跡を起こさなきゃ。ねえ、これを探してるの？奇跡が起きたわ。そうそう、ありがとうシドニー。もたもたしている時間はない。すぐ戻らないと。そうね、急いで行きましょう。ベイビーたち持ってきたよ。見つけたんだ。やるん。すごいでしょ。トゥッティフルッティの方はどうなってる？見つけたよ。よかった、全部揃ったね。おしゃべりおしまい。穴へ行く。でも危険なんだよ。またあなたが落ちたら。特別なおしゃぶりを投げないと。魔法で世界を治す。ファンタジードーンしない。行こう。そうよ、行きましょう。ファンタジーポータルへ。ステラ、私最初の魔法。うそ。どうすればいいんだろう。ドーン。ファンタジーワールドが終わる。私たちにはもう何もできない。ねえ諦めちゃダメ。トッティ、君のおしゃぶり貸して。すごい、冒険者最強ね。行けステラ、君ならできる。わー、戻った。わあ、やったね。あなたは本当に素晴らしい。お疲れベイビーたち。ピンクグリーンブルー、ピンクグリーンブルー。歌に出てくるベイビーたち。じゃああなたたちが。そう、ステラが穴に落ちてファンタジーワールドを救った日のことを私が歌にしたの。彼女のためにね。歌？私の？歌うよ。ピンクグリーン、to find. It doesn't matter where you are, I can see you, you can see me. This is our greatest power. 気に入った。 Pink Magic Tears。 自分の世界に帰るの？今はここに残る。ファンタジードーンしない。でも私のハートドーンドーン。あはははは。え？